はい、でまあ、そんなアコさん歌手和田アキ子の誕生はやはりこの方との出会いがなければということになりますね、はい、アコさんが神様としたレイチャールズレイちゃんのデビュー曲は「はいんはい、コンフェッション・ブルース」という曲なんですねこれちょっとタイトルがねあんまり耳になれない聞いたらわかるのかもわかんないけどはい これ一応資料によると、うん、1949年の曲なんですけれど64年前、はい、あそうでですすねね年前ザ・マキシントリオという名義ではい、はい、コンフェッションブルースこ,れこの曲でデビューしてるんですってトリオを結成してるんですねあのレイちゃんの昔の「電気とか読むともういろんなバンドを組んでいろんなところで歌っていろんな。 レコード会社とも契約してたから、ねうん、だからあんまり聞いたことなかった<あ>バンドとしてやってんですかえこれはバンドとして、まあ、トリオとしてやってまして、うん、これ R&B シングルチャートで、うん、最高位2位を記録してるんですってへえ<ー>売れなかったというわけでもないみたいですねそうですね聞きたいそれではお聞きください「コンフェッションブルース」 コンフェッションブルース、うん、初めて聞きましたね<あ>やっぱりやはりそうですかはい<ー>へえ<ー>音源からもでも相当古いそうですね64年前だもん64年前ということで<ー>アコさまが神様と崇めるレイチャールズさんのデビュー「うん、コンフェッションブルース」お送りいたしましたはい